ここか、桃源郷。桃源郷の会員証をお持ちですね。あのお客様、お子様連れはちょっと。社会見学の一環だ、多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので。絶対に迷惑はかけない、いいよな。かしこまりました。では、お客様、一応念のために申させていただきます。では、ごゆっくりご見学ください。すごく広いところだね。ああ。ここなら風間のおやっさんもかくまえる。神事のやつよく考えたもんだ。明美さんのお部屋、どこだろう？おじさん、手分けして探そうか。いや、お前が一人でうろうろしてたら客も驚いちまう。はぐれないようについてこい。分かった。おじさん、ここじゃない？そうみたいだな。いらっしゃいませ。明美です。桐生だ。神事から聞いてないか。桐生？あなたが？はあ。それじゃあ、しんちゃんはもう。そう、最後に会った時から言ってたの。自分にもしものことがあったらあなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が急に真剣な顔してね。そっか、しんちゃん死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人、急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。すまない。
いいの。私の方こそごめんなさい。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ？近江連合の寺田さん。近江連合？そいつは本当に真嗣の知り合いなのか？うん、しんちゃんは信頼してた。だから私も。場所は？芝浦よ。不当に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。うん。しんちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の4代目が指名されているんだって。遺言状？そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。何？いい音聞かせろよ。
スだ。ほら、探したで。真島の兄さん、あんたまだ生きていたのか。助けて、お願い助けて。ああ、よしよし、静かにせんか。よせ。ああ、お前べっぴんさんやないかい。どうや、俺の女にならんか。どうやね。うん、嫌です。私他に好きな人が。ごめんなさい。真島、やめろ。そうか、正直な子や。え、それで。ほれ、ここ危ないで。はよ行き。読めねえな、あんただけは。俺は正直もんが好きなだけや。人の顔色伺ったりせんと。俺がそうやからな。そうかい。この間いいとこで邪魔が入るよった。ここで蹴りつけようやないの、キルちゃんよ。ついね、お前が。
あの女がアケミか。辛いだろうな。伊達さん、風間のおやっさんの居場所が分かった。どこだ？芝浦の埠頭だ。近江連合の寺田って男がかくまっているらしい。近江連合だと？なんで奴らが風間を？分からんが、シンジが命がけでおやっさん預けた相手だ。信じるだけの価値はある。そうか。キリュウ、 MIA が神宮が目立って動き始めてる。さっき本庁に呼ばれてお前のことを根掘り葉掘り聞かれた。おそらく神宮から圧力がかかったんだ。大丈夫なのか、伊達さん。逆だ。クビになってもおかしくねえのに、奴ら俺がお前とつるんでるうちはクビにできねえんだ。行くんだろ、キリュウ、芝浦に。ああ。